はい知多半島のね、先端、諸崎の、えー、フェリー港の、えー、堤防の釣りです。これね、これ、後で解説します。本当はこれが釣りたい。こんな感じの堤防です。えー、メバルくんですね。えー、メバルくん釣れました。で、これはね、クジメですね。根魚。アイナメと似たような魚なんですけど、クジメ釣れました。で、これおなじみのハゼですね。ハゼも釣れました。まあ、いろんな魚がいます。 でこれはね、同じ場所の水中の映像です。グレが結構たくさんいるんですよ。まあ結構ねあの、このグレが釣れてもおかしくないんですけど、この時はグレは釣れなかったですね。まあ結構グレもたくさんいますよ。で、これね、これがね、これはやっぱ絶対黒鯛ですよね。あのカメラの前をね、ずっと通り過ぎてくれたんで、ちょっとスローモーションでもう一度、えー、これね、ゆっくりやるとなんか、 口がなんか白っぽくなってるしまあまあでかいサイズのクルダーじゃないかなと思うんですけどね。はい。で、おっと、ちょっと顔出したカワハギくん。おっと、さらにベラくんもちょろっと顔出してっていうことでね。で、これはもうおなじみの、えー、メバルですね。メバルってやっぱりこの目がね、あの、特徴的ですよね。まん丸の目がね、えー。パッと見てメバルってわかる。で、あともう一つやっぱりこの。 底、えー、の方にいてね、えー、上の方、水面の方を見上げてるっていうのがね、みんなメバルは同じ形で、ホバリングっていうか、その場所にね、えー、泳いでるみたいな感じでね、えー、本当にそういう習性があるんですね、メバルはね。えー、実際にそういうのは、物の本で見ましたがこうやって映像で見てみると、ああ、メバルってそうやってるんだなって分かりますけどね、ちょっと右の方にハゼみたいなのが来ましたね。まあ本当はね、 これが釣りたいんですよ、これが。これは多分ね、うん、黒大将、これは。なかなかこれは釣れません。ご視聴ありがとうございました。もしね、よろしかったら、いいねボタン、またね、チャンネル登録などしていただけるととても嬉しいです。えー、今後もね、気合いを入れて映像を作りたいな、なんて思うような気がします。他にもね、アマチュア無線やら、電子工作やら、いろいろやってます。 何卒よろしくお願いいたします。